チャスミロです今回ですね、11月26日に来るであろう、というか来るんですけど、サンクスギビングデーにねえ、関するまとめをしていこうと思います。で11月19日にね、急遽アップデートが来てで、26ってことだったので、すぐにね、こう準備をリアタイ在の方とかはよくしたと思うんですけど、26日しかできないイベントってことだったので、今回ね、時かけ税、まあ自分とかもそうなんですけど、もう結構やばいなという方が結構いると思うんですね。 やっぱり26日に予定が入ってたりしたらできないじゃないですか。で、多分、アップデの映像だったりとか、背景とかを見る限り、朝から、まあ、昼間にかけての多分イベントだと思うので、夜までやってるかっていうのはちょっとわからないので、結構、まあ、鬼畜なイベントなんじゃないかなと、自分的には思うんですけど、まあ、なんとかね、準備をして乗り切ろうじゃないのと、いうわけで、今回はね、円滑に準備をできるために、必要なことを予測と、えー、まとめサイトから拾ってきたことを抜粋してね、自分なりにまとめていけたらと思います。 早速ね、一つ目なんですけど、まず、サンクスギビングデイに何がもらえるか、DIY レシピだったりとか、家具、何を受け取ることができるのかってとこで一番気になることと思うんですけど、一応、ちょっと画質悪いんですけど、ポンと画像出てると思います。ここの今、赤で囲ってるところね、がもらえる家具だと思います。え、椅子、写真立てこれ家具風船飾りかなに鍋、暖炉、 えー、柱みたいなのがスツールなのかなちょっと大きさがね、技術がわかんないんですけど、なんだろうね、これ。これ気になるわ。あとテーブルですね。2、えー、ハロウィンでもあったこういうテーブルのセッティングみたいなやつと、あとはハーベストフェスティバルとサンクス・ギビング・デーってことなので、えー、前作がハーベスト・フェスティバルで、今作がサンクス・ギビング・デーって、そのなんか、国によってね、言い方が違うぐらいなんですけど、らしいので、えー、それの、なんだろうな、豊上を祝う、藁かな、これ。 麦なんか束です、ね、であと、多分壁紙とか、えー、床とかが来ると思うんですけど、ちょっとこれ画質が微妙なので、どれがどれっていう確定では判断できないんですけど、まあ、おそらくここに載ってるうちのどれかが床、壁紙、あとカーベット、後ろの2つかな、多分なんかっぽいですよね。で、多分来ると思います。あとはね、クリスマス家具だったりとか、他のお正月系かなで追加されるらしいので。 まあそれも楽しみなんですけど、現状ではね、えー、まだサンクスギビングデーでもらえるやつということで、えー、こんな感じでございます。過去作でね、やったことある人は分かると思うんですけど、4つ料理を作るらしいんですね。今見た感じ、家具がね、あのー、8つ以上あったじゃない ?9 個かな確か。あったと思うんですけど、それに関して4つしか作んないのに、どうやってもらえるんだろうっていうとこがちょっと自分では、いまいちこう、 確定情報としては持ってないのでちょっとどうなるのかなって当日楽しみなところではあるんですけどフランクリンっていう、まあ、プロシフってことであの PV にも載ってたダチョウかなが来るんですけど彼がね4つ料理を作るらしいんですよねでその4つの料理っていうのが前菜スープメインデザートってことで えそこでね気になったのが4つしかないのに9個の具どうやってもらうのーってとかあったんですけどそれはまたねえ当日なり分かったらまあライブとかすると思うんでねそこでちょっと共有しながらやっていけたらと思いますでそれらの料理をね4つえ指定してくれるらしいのであの料理をでその料理を渡すだから魚とかかぼちゃとかあとで素材もねちょっとまとめてるんですけどそれを渡すと作ってくれてで例えば前菜ができたら今度スープ 次スープ作りたいからこれ持ってないかなみたいな多分え話しかけてくるのでそれを渡すとまた作るという段階性になっていると思いますおお<ー>、はい、ということで次なんですけど実際に当日何を使うのかと,えということで見ていきたいんですけどちょっと今回はね本当に当日しかないということでアップデのさ来てさほとんど情報が出てないじゃないですかで一応、まあ、予想なんだけど、まあ、使いたいものってのが言われるプラス その日で全部揃うものっていうのを多分入れてくると思うんですね。やっぱり鬼畜芸ではないので、あ厚森の本芸じゃん。なので、ちょっと多少ね、あのー、リアタイゼとかに辛い部分はあったりすると思うんですけど、そのレシピとかね、年中手に入るわけではなくて、季節のみというのがあると思うんですけど、今回のまサンクスギビングデーに関しては4つで、さっき家具も結構あったけど、DIY とかね、あったけど、物数、調理素材としては当日全部、 まあ多少2、3時間遊ぶだけでできるのではないかなという内容だと思うんですね。で、そこで、えっ、ー、と、当日手に入るもので、水色の予測として、まず魚ですね、魚。で、魚、カボチャ、ホタテとかの、海の幸系。で、あと、アサリ、ワンチャンあるのかなみたいな。虫は多分ないじゃない。ちょっと、下手者になっちゃうんで。で、あとはフルーツですね。まあ、自分で島で採れたフルーツを隠し味に、みたいな。いや、わかんないですけどね。 えー、あとはキノコなんですけどキノコに関しては木を植えてる植えてないでちょっと変わってきちゃったりとか、まあ、植えてるだろうっていう前提で来る可能性もあるんですけどそのキノコがね何がどんだけ必要になるかっていうのでもやっぱり一日のリセットが効かないので一日に何個とかね入る数っていうのがその4時でね更新の時にも決まっちゃうと思うんですよそこに関してはキノコはちょっと微妙なのかなってとこだと思うのでそんなに自分は入ってるとは思ってないです でももしかしたらね、ワンチャンあるので、ちょっと怖いところではありますよね。準備万端にしておきたいよと。ちょっと怖いから完璧にしておきたいよという方は、まあ、キノコもね、手に入る限り揃えておくといいかなと思います。もし必要だとしても、そんなにこう、希少性の高いもの、えー、星3つ以上でしか出ないあの、なんだっけ、珍しいキノコ、トリュフみたいなやつね、とかは多分使わないんじゃないかなとは思います。で、それぞれね、魚からちょっとどれが使われるのかなっていうのをちょっと見ていきたいんですけど、えー まず魚に関しては、11月中にね、全部取れるものというところで自分は予測を立てているので、使われるであろうものとしては、ちょっと自分魚全然いねえな。やべえな。魚マジでいねえんだけど。この辺ですね、11月系が多分この辺だったと思うんですけど、アジとかね、ちょっとアジとか、あとイシダイね、こんな感じ。とか、あとスズキの料理ってあんまないから、タイとかかな。タイ料理とかありますよね。 タイのムニエルとかさ、ありそうじゃないムニエルとかソテーとかね、あとカレイとかヒラメ、あんまりイメージないですけど、ヒラメとかカレイって言ったら焼き物になっちゃうのかなって <laughs>、ところでそんなにイメージはないですけど、まあこの辺が無難にね、アジ、イシダイ、スズキ、タイがいつでも取れる定番の取りやすい魚としては、まあ来そうかなみたいな。まあアンチュビもね、いつでも取れるので、えー、これもワンチャンみたいなとこあるんですけど、ただね、あの時間制限があるものっていうのはあんまりないのかなと。 個人的には思ってます。はい、次ね、かぼちゃなんですけど、かぼちゃに関しては、こんな感じで今、ちょっと見えるかな植えてあるんですね。で、ちょっと自分はもうストックしてあるので、特に新しく植えて作る必要はないんですけど、最低でもさ、日にちがかかるじゃないですか。例えば今日植えたら、明日、 育って苗になって、あさって完成しますよね。3日かかるよね、確かね。育ててない人とか、ストックしてない人って多分いないと思うんですけど、結構、リアタイ税の人ほど。最悪ね、時掛け税の人も、まあ、日にち戻して、素材フィゲットしてから戻れるので、かぼちゃに関してはそんなに心配ないと思うんですけど、一応ね、えー、育つのに日数がかかってしまうので、必要だということと、あと、たぬき商店がね、0時から苗が購入できるので、ちょっとない人はね、今のうちに早く買っとかなきゃなとか。 いうところでちょっと準備がね一番手間なんじゃないかなと思いますおそらくねパンプキンパイとかで各種1個ずつとかでいいんじゃないかなでそれプラス隠し味もしくは、えー、全色使うことによって、まあ、4つ分のうちね4つだとして、まあ、1種類ずつ全色使うことによって、まあ、隠し味になるみたいな感じなんじゃないかなと思います一応あの PV でねかぼちゃ渡してたので、まあ、緑かぼちゃとかオレンジかぼちゃはまあ必須なんじゃないかなと海、はい、の幸もね俺全く取ってないんですけど えー、無難に、11月中の、まあ、いつでも取れるよってやつで言うと、えー、こういうムール貝とかね、ううアコヤ貝とか、まあ、乗ってないんですけどお、おそらくホタテかなと思うんですよね。ホタテを無難に使う何かじゃないかな、みたいな。シチューとか、なんかその辺じゃないのみたいな、思うんですけど、シチューはね、あの、一応乗ってなかったので、ちょっとないかなと思うんだけど、まあ、アサリとかもね、説濃厚と書いてあったので、まあ、アサリに関しては、まあ、すぐ取れるじゃないですか。浜辺に行けば、 あの取れるので、ちょっと実際にね、見ていきましょう。ちょっと花ありすぎた、俺、当日これやばい。当日難があるんだけど、取れないかもしれん、当日。出てくれるかなあ,ーあったあったあった、これね。多分今、あー違う見えたと思うんですけど、これですね。まあ、アサリに関してはね、 余裕持ちたいよって人は今こうやって集めておくといいのかなと。はい、最後なんですけど、まあ、フルーツワンチャンあるのかなってとこで、フルーツがさ、種類が結構あるじゃないですか。一応6種類あって、梨、らんぼ、オレンジ、リンゴ、桃、ヤシがあるんですけど、まあ、ヤシに関してはちょっと濃淡かなみたいな。使うとしてもでもアップルパイとかしか浮かばないんですけど、なんだろうね。 全部使う料理ってことはちょっとなかなかないと思うんだけど過去作だと住民との交換もあったらしくてそこはちょっと当日多分やれると思うので関係はないんですけど準備に関してはねえ調味料が住民とね交換できるらしくて、まあ、小麦とかビネガーとかねその辺が住民に話しかけるとね当日もらえてそれもプラスでね料理に追加して作るなんて 工程もあったらしいです、まあ、何にせよね、厚森から始めたので、今回ちょっと初めてなんでね、まあ、どんくらい時間かかるのかなとか、ちょっと思ってるんですけど、まあ、おそらく12時前後には始まるし、まあ、朝からいるんじゃないかななんて思うんですけど、9時ぐらいかなかな、あの、虫取りとかさ、魚釣りイベントとかあって9時ぐらいに始まりますよっていうアナウンスが来ると思うんですけど、それと同等で、シェフ来ましたよみたいな、えー、なんか料理作ろうぜみたいな感じになって、えー、作っていくという感じになりそうでは ありますよね <laughs> ね、いやあくまで疑問系はいてな感じでね今回はちょっと口頭だけになってしまうんですけど一応11月26までに準備しといた方がいいことと当日にねどんな感じでイベントが起こるのかななんてことをちょっとまとめてみました一応リアタイゼの人とかはね、あのー、本当に時間が取れなかったりするとすぐに準備しとかないとねきつかったりとかあると思うのでそういう意味では早めに準備しとかないとねっていうことでまあ まだ間に合うんじゃないかなと。ね、素材とかを取って楽しんでる暇がないよという方は、その日限りのイベントっていうのはちょっと酷なものだと思うので、まあ、早めに準備しておくことに越したことはないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、少しでもね、役に立ったらぜひ高評価よろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。水曜でした。あ、明日ね、多分頑張ってライブするので、ちょっと午前中なかなか起きれないんですけど <laughs>、えー、ライブすると思うので、よかったら来てください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。